ば燃える川崎市麻生区の丘神。全国でも珍しい飛び地であるこの地区に初めての小学校が誕生。すでに1ヶ月が過ぎました。これまでは柿尾小学校へ電車で通学していたおよそ370人の子どもたち。今は大きな体育館やプールもある新しい校舎へ歩いて通っています。丘神小学校は校庭の一角に遺跡広場があるユニークな小学校です。これはこの学校の建設敷地内から縄文や古墳時代の住居跡や土器石器などが数多く出土したことから作られたもので、郷土の昔の生活を知る貴重な広場となることでしょう。ピカピカの校舎を背に踊る丘神小学校の子どもたち。校庭には爽やかな5月の風が通り過ぎていました。